飽きただからレポートは飽きたなんでこんなことやってんの1単位ぐらい落としたって構わなくないだいたい大学の授業なんてはーい現実逃避でーすそんなこと思ってないちょっとしんどいから弱音吐きたくなっただけはあ 自分のせいでしょって違うバイト忙しかったんだってそうだよ母さんの誕生日とか妹の誕生日とか重なっててお金なくてでバイト頑張ったらちょっとキツキツになっちゃったの私が選んでやったことだけどこれ自業自得っていうのそれは冷たくないうん ていうか現実そうだったとしても彼氏の君だけは私の味方しなきゃダメでしょ家族のために頑張ったんだねレポートも頑張ろっかっていうところじゃん今のはそういう正論ばっかぶつけてると女の子に嫌われますよんじゃあ嫌いなのって大好きですけどふんねえもう集中力切れちゃったちょっと休憩しよう さっきもってよ2時間は頑張ったよほんとだってほら時計見てなかったんでしょうねパピコ買ってあるんだ半分こしよううんアイスおいしいな <laughs> 幸せ<ー>私普通のアイスって苦手なんだけどさ甘すぎて。 あのカップのバニラのアイスとか食べきれないんだけどこれぐらいのちょっと苦い感じのアイスっていいよねコーヒー味のアイスって他にも出ないかなもっと食べやすい感じでうんまあ確かにこの形だからこそ美味しいのかもしれないけどまあいいや君とこうやって半分こするの好きだからいい、はあでも足りないんだよな もうちょっと食べたいってなるそれも思う壺なのかなやるなパピコねえ君は進んだレポート私のレポート終わるの見守るっていうさあれできてくれてるじゃんでもなんか一緒にやってるよね何やってんの内緒、うん じじゃゃあレポートじゃないんだだってレポートなら終わりそうとか言えばいいじゃんでもそうしなかったうん <laughs> 違う正解ですかやったーでも何やってるのかは教えてくれないんだうんじゃあギぃかないそれ終わりそう私のレポートが終わったら終わる うーんそうなんだ早く終わらせたいいや一緒にやってくれてるからさ私が休憩してるから一緒に休憩してるのかなってだったらもうやる休憩おしまいにすると思ってうん私はまあ休憩おしまいでいいよしやるかーはい 集中して頑張ります。終わったー。しんどかった。ピュー。もう全ての空気が抜けました。あ、そうだ。君は終わった。あ、よかった。何やってたの？見せてよ。 計画立ててたなんの旅行なんのレポート頑張ったから一緒に旅行行こうえいいのえでも私母さんと妹の誕生日終わってそんなにお金ないし出すよって悪いよそんなの忙しそうで会えなくて寂しかったから。 一緒に旅行行きたいってあ <laughs> そっかごめんありがとうじゃあ一緒に行こっか <laughs> ああレポート頑張ってよかったーすっごい楽しみどこ行くの温泉1泊2日分かったじゃあその辺の日程教えて日程の調整してある 嘘バイトとか大学とかは全休の日で組んでくれてるそうなんだじゃあバイトだけか調整しますうんありがとう <laughs> 辛辣で正論ばっかぶつけてくるし今日は私に冷たいなぁと思ってたけど私のレポートが終わらないと旅行に行けないからか不器用な気になりに。 頑張れって応援してくれてたんだね <laughs> ちょっとかんだってそこは見逃してよ <laughs> もう疲れてヘロヘロなんです滑舌も何もかも <laughs> とにかくありがとう君のそういうところ本当に好き大好き <laughs> よしじゃあそうやって 私のために計画を立ててくれた君のために今日は私がたっくさんお礼をしてあげよう何してほしいマッサージしようか一緒にいてくれればいいって何かしてあげたいのうんじゃあ今日は私を癒してあげたいからされるがままになってって。 そんなんなでいいの結局私何も捨てないのと一緒じゃあ,あえてなくて甘やかし足りなかったって変なのじゃあたくさん甘えさせてねう <laughs> んじゃあまずは一緒に映画見ようずーっと待ってたアニメの映画がやっと来たんだそうおうちで見られるの 一緒にお酒買いに行って映画見よそれから夜寝るときは手をつないでやっぱりギュってしながら寝てほしい朝起きたら朝ごはん作らなくていいから私の横にいてほしいで一緒に朝ごはん作ってで、さすがにわがまますぎそんなことないよかったそして、はい 君が私のことたくさん甘やかして気が済んだら次は私に君を甘やかさして <laughs> 大好きだよずっと一緒にいようね